どうも、あいちです。受験生の皆さん、冬休みが終わりまして、かなりね、焦りだったり不安だったりっていう気持ちで落ち着かない日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか。センター試験もすぐそこに来てますし、高校の私立入試、その後のまあ国立だったり二次だったりね、高校入試の公立だったりとかっていうのも近づいてきているので、あっという間に受験本番が始まっていきます。でそんな皆さんにちょっとメッセージをと思って今回動画を撮らせていただいてるんですが、まず現実問題としてもうみんなも知っての通り、受験には合格と不合格があります。それを勝者と敗者として表現するのであれば、全員が勝者にはなれません。敗者にもなる人が必ず出てきます。それは模試でいい判定を A 判定とかをね取ってる方とか、安全圏を出てる方でも落ちることがある。それが受験です。で受験っていうのはどんなに努力をしても成果として合格という成果として身にならないことがある、だから不安になるんですけど、じゃあその不安定なものだからこそどうしようかなって思うんですが、実はですね、一つ皆さん自身の他の要素が何も入らない、みんなの気持ちとか行動だけで全てが決まることがあります。それがやりきるっていうことです。自分が勉強をやりきれたかどうかはみんな自身の考え、みんな自身の行動のみで決まります。なのでぜひやりきってください。折れそうな気持ちもあるかと思います。押しつぶされそうな不安もね襲ってきてるかもしれないです。けれどやりきるっていうものはみんな自身が決めれることです。あの人のやりきるはあなたのやりきるではありません。みんな自身でやりきるっていうものをしっかり決めて、そしてそれを最後まで駆け抜けてやってください。それが必ずとは言えないですけど、そのみんなの合格っていう成果につながっていくものだと自分は思っています。そして最後に、もちろん不合格になった時悲しいです。自分は就活とかでもそうですけど、試験でもね入試でもそうですけど、思い通りにいかない時っていうのは本当に辛いですし、今までの努力が全部無駄だったんじゃないかみたいなことも思いますけど、でもみんなの身の回りだったりとか、あとは好きな YouTuber さんもそうですよね、大学受験とか高校受験されてる方もたくさんいらっしゃるので、志望校に行けなかった方、思い通りいかなかった方っていらっしゃると思います。みんな不幸そうですか？そんなことないですよね。その例えば大学入試でうまくいかなかったその経験、浪人っていう経験があるからこそそれをプラスに変えてっていう方もたくさん知ってるはずです。だから皆さんそれを落ちろと言ってるわけではなくて、落ちたとしてもそれを後で人生うまくプラスに変えていってる人がたくさんいるはずなんです、皆さんの周りにも。なので臆することなくやりきるっていう、自分で何をやりきるのかっていうことをしっかり見つけて考えて、そこを見て、あとは邁進してください。雑念はいっぱい出てくるでしょう。いいんです、振り払えなくてもいいです。それを連れてってください。不安とか焦りと肩組んでいけばいいんです。ぜひしっかりやりきってもらえたらと思います。そして最後に言った後にまた最後になっちゃうんですけど、睡眠時間は削んないでください。焦ってくるとですね、もっとやんなきゃもっとやんなきゃもっとやんなきゃって思うんですけど、睡眠時間だけは削ってはいけません。睡眠時間削ってまで勉強するのがかっこいいと思うかもしれないですけど、それかっこよくないですからね。全くかっこよくないです。受験においてはもともとショートスリーパーで睡眠時間が短い方だったらいいんですけど、そうでない方の方が多いと思います。睡眠時間をしっかりとりましょう。自分に優しく自分に厳しく、そのバランスをしっかり持って最後まで戦い抜いてもらえたらと思います。自分もですね、動画投稿という形でしか応援できないんですけど、心から応援しておりますので最後まで頑張っていきましょう。